埼玉県立歴史と民族の博物館は埼玉県埼玉市大宮区工尾町の大宮公園内にある歴史と民族美術の総合博物館である。前身は1971年に現在地に開館した埼玉県立博物館で2006年に埼玉県立民族文化センターと統合して現名称となった。前身である埼玉県立博物館は 埼玉県の設置100周年を祝う埼玉100年記念事業のメインプロジェクトとして1970年に竣工し、翌1971年11月1日に開館し、6日に公開を開始した。設計は前川国夫。開館当時、都道府県立の人文系総合博物館としては、画期的な規模と内容を持ち、以後新設された。 他の都道府県立博物館に影響を与えるところが大きかった。埼玉県立博物館が建設される以前は埼玉県立文化会館がこの地にあった。ここには1955年に不設郷土展示場が置かれ、1957年には不設郷土展示室となり、将来的には一大的な郷土館にしたいとしていた。数年後、 県立博物館の設置構想が打ち出されると、県内各地から誘致運動が始まった。名乗りを上げたのは、浦和、熊谷、秩父、川越、東松山、大宮の各市だった。協議の末、1966年に建設地が大宮と決定した。交通の利便性と文化会館の活動が評価されたのである。その後、 近代美術を1982年11月3日に開館した埼玉県立近代美術館に移して1983年11月3日に歴史系総合博物館となった。また、埼玉県立民族文化センターは1980年11月1日に都道府県立として初の民族芸能と民族工芸の調査、記録、 保存をする民族文化博物館として、岩月市各楽この12の1に開所した。通称は、技の博物館。2006年4月に、埼玉県立博物館等の統合計画により、埼玉県立歴史と民族の博物館となった。建物は、県立博物館のものを引き継ぐが、県の設置条例では、解消ではなく、設置と称している。 民族文化センターは取り壊されず、現在もそのままの状態となっている。2007年4月に、これまでの郷土学習室を、夢、体験広場に改装した。スピッツのシングル、マサユメの PV が当地で撮影された。埼玉県立博物館に関するカテゴリー、埼玉県立民族文化センターに関するカテゴリー、ありがとうございます。